三重南紀地域は三重県の最南端に位置しておりまして、熊野市、美浜町、紀宝町の3つの市と町から構成されています。周辺には熊野灘に面した美しい海岸線や世界遺産にも登録されております熊野古道などもありまして、大変美しい景色と豊かな自然に恵まれた地域です。また年間を通して温暖で大変雨の多い気候を生かしまして、年中みかんの採れる産地として年間を通していろいろな種類のみかんが栽培されています。三重南紀みかんを代表する品種は9月から出荷が始まる極早生温州みかんです。温暖で雨の多い気候を生かしまして、他の産地より早く出荷することが可能です。糖度、酸度、外観などの一定の基準をクリアしたみかんにつきましては三重の一番星というブランド名で販売がされています。見た目は緑色をしていますけれども、中を割ってみると大変鮮やかなオレンジ色で、糖度と酸味のバランスがよく爽やかな味が特徴です。他の産地に先行して出荷が可能ということで、現在栽培面積の拡大に取り組んでいる品種です。温州みかんにつきましては品質の高いみかんを栽培するためにマルチ栽培に取り組んでいます。マルチ栽培はみかんの木の下、園地一面に白いシートを敷き詰めまして、雨水を遮断し水分をコントロールすることで糖度の高い甘いみかんを栽培する方法です。三重南紀地域は温暖な気候に恵まれた大変柑橘類の栽培に適した地域です。今年も美味しく仕上がりました。三重南紀みかんをぜひよろしくお願いします。三重南紀元気なみかんの里創生プロジェクト協議会は、持続可能な産地と情報共有を目指し、高品質果実の生産販売促進、担い手の確保を目指しています。何度か1泊2日の農業研修を続けていただきまして、先進農家ですとか住んでいただく家の方とかもですね、広報準備させていただきますので、その中からまた選んでいただいたりしてですね、この地域で1年間の研修というふうな形を取っていただいて、でその後収納するための農地もですね、1年間の研修の間に探せればというふうに思っておりますので、ぜひ農業体験来ていただければというふうに思っております。JA 伊勢の子会社である、オレンジアグリさんを筆頭にですね、約10軒の農家さんがこの地域にいらっしゃいます。実際研修が終わって、収納するにあたって軽トラック、防除を行う動力噴霧器、あと草刈り機ぐらいが必要になってくるかと思います。収納するにあたりましても園地が必要になってくるんですけども、園地の方もですね、もう1年目から収穫ができるような、1年目からもお金が取れるような園地をですね、紹介させてもらっておりますので、なるべく皆さんの生活がですね、スムーズに進んでいけるようにですね、こちらも全面的に支援させていただいております。神奈川の都市部で生まれて、そういう生活を何十年もしてきたんですけど、蛇口をひねれば水が出たりとか、お金があれば何でも買えるとか、そういう便利さはものすごくありがたくはあったんですけど、自給自足みたいなものに憧れを持つようになってきて、最終的には今のかみさんの後押しもあって、こっちの方に移住することになるんですけど、その中でやっぱりじゃあまだまだ自給自足っていうのも難しいし、お金が必要だなってなった時に、もう仕事として農業っていうのはもうなんか大前提というか、ぜひやってみたいなっていう感覚でしたね。最初はみかんの栽培全般男の人限定で募集っていうちょっと変わった募集出てまして、でそこに訪ねてって採用してもらったんですけど、でそこの社長さんが同い年でして、でものすごくバリバリやられて稼いでる方で、その方のとこにお世話になってるうちに、もうものすごく影響を受けまして、農業で稼ぐっていうなんか一つ目標というか憧れみたいな、自分ももう一回やってみようかなみたいな、そこで奮い立って今に至ってるっていうのはありますね。この三重南紀っていう産地は、今まで道を切り開いてきてた世代の方たちがどんどん引退して
やはりそれをバトンタッチして受け取る世代が不足してまして、せっかくのいい畑もどんどん荒れてっているような状態のところが多いです。で、一度荒らしちゃうとやっぱり元に戻すのはだいぶ難しいので、だからこそ今この産地としては僕みたいな外から農業やりたいっていう人間からするとすごくチャンスがあるんじゃないかと思います。農業に対する情熱を持てる人であれば成功しやすい環境、そういうタイミングに今なりつつある、もしくはもうなってるんじゃないかと僕は思います。ぜひ来ていただいて、一緒にこの産地を盛り上げていけたら僕はとてもいいんじゃないかと常日頃思っております。三重南紀元気なみかんの里へぜひお越しください。